こうビッグチャンスってところはまだ作り出せてないですね。そうですね。さあファンマこれ前を取れれば面白い。ファンマーダービーマッチ先制したのはホームアビスパ福岡ファンマデルガドです。まあ、福岡は狙ってた簡単な人だと思うし、はい、キーパーとディフェンスラインのところにラフに入れて、まあ、ここだけフィジカルの強さですよね。うん、まあ、これ3試合連続でやっぱ好調な選手ってところにやっぱボール来るんだなってところと、はい、ここで多分ファンソックも普通にボール触ろうとしたんですけども、やっぱこうその前のこの体の当て方ですよね、うん、こうギリギリで足出した時にファンマーがここでドンって体当てるので、やっぱギリギリやっぱ足が届かなくなるところ。なるほど、はい。まあ、ここキーパーと1対1になった時は冷静にもう縦回転のボールでグランダーそして枠に入れることだけちょっと意識しながら、もうこうゴール見てないですよね。あ、はい、先頭行きますが、ここは福岡うまく前、いやこの辺りは落ち着いて前から絶妙なパスが出た。山岸かわした。ただちょっと長くなったがオンゴールか。最後はネットを揺らした福岡大きな2点目。山岸か前が時間作った時に曲がれるタイミングと駆け引きってところあったと思いますし、はい、まあ、もうここは相当微妙ですけども、うん、まあ、ここで、まあ、ファーサイドもあったと思いますけど、このキックフェイントでかわして自分がシュート打ったというかエドワールドがクリアしたボールが山岸に当たった、うん、まあ、それでもやっぱこう足を動かしながら自分がゴールの方向に向いているので必然的にこういうゴールになるかなと思いますけども、これですの最後山岸当たってますけど、オウンゴールというよりも山岸のゴールになりそうですね。あ、山岸のゴールになると思いますね。ですよね。まあ、ここでこエドワルドが当たってさらに最後当たってますもんね。そうですね、これね、これクリアが当たって、ね、はいはい、ゴールになっているので。なるほどなるほど、山岸のゴールです。まあ、だけどこの前のボールとこのためってところがもうこのゴール打ったと思いますし、まあ、少し山岸からするとこのキックフェイントでもうちょっといいテンポで打ちたかったと思いますけども、長くなったところでエドワルド戻ってきましたけども、常にこうゴールを向いて足を運んでいるので、まあ、当たってもゴールに吸い込まれるような形になりましたね。もちろん最終的には山岸の湯沢、あ、こうやってしっかりキープする福岡。田辺、これも福岡に出た前、クルークスから重弘だ。そして渡り、さすがに勝負ありか。渡りのゴールで3対0はアビスパ福岡。ここでセカンドボールを取り続けたってところと、はい、まあ、ここで少しこううまくシュート打ってくださいねっていうところ、重弘のパスが良かったと思いますし、はい、まあ、シュートのところはインステップで逆サイドのところもうここ多分軌道見えたと思いますし、まあ、ここ蹴り抜くだけの技術だけだと思いますから、うん、まあ、そこをしっかり決めるところ、ペナルティーボックス内でやっぱこう